は康介選手に来ていただいております。康介選手お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日自分が思う一番いいプレーは何でしたか？シュートを決めたことです。お、シュートを決めれた。何点決めましたか？3点決めました。お、3点。じゃあ今度来た時には4点ぐらい決められるように頑張ってください。はい、じゃあ将来の夢を教えてください。サッカー選手です。サッカー選手になりたい。目標としている選手は誰ですか？ネイマールです。お、ネイマールのどこが好きですか？ドリブルが上手いと思います。あ、じゃあネイマールと同じぐらいドリブルできるように頑張ってください。はい、じゃあ、市川校に来ているコーチの中で一番好きなコーチは誰ですか？伊藤コーチです。伊藤コーチ、伊藤コーチのどこが好きですか？あんま真面目すぎないところ。真面目すぎないところが好きですか？はい、じゃあ、伊藤コーチにしっかり教えてもらえるように頑張ってください。はい、本日お疲れ様でした。お疲れ様でした。